こんにちは、夏みかんです。ロマンシングサガミンストレルソングリマスター4週目愛車編をやってます。この愛車編ではできるだけたくさんのイベントを進めていきたいと思って頑張ってます。ミルザブールではアルドラさんのイベントも見れるみたいなので楽しみ。あら、旅の方かしら。ここはミルザブールよ。楽しんでいってね。ミルザブール、ここはミルザの町なのか。ミルザが作った町なんだな。そうじゃないわ。自らの命を犠牲にしてサルインを封じたミルザ様を称えるために作られた町よ。ミルザ様の志を継ぐ騎士団の本拠地でもあるわ。ミルザは世界を救った。名前だけじゃなく心まで残していったんだ。やっぱりミルザはすごいよ。なんかミルザ推しの友達の聖地巡礼に付き添ってる気持ちになってきた。この後のイベントの関係でちょっとジャミルとホークに一旦パーティーから抜けてもらいます。でもまた迎えに行くからね、ごめんね。オイゲンコウは銀の戦士ミルザの盟友でした。彼はミルザと共にサルウィンとの決戦に赴くつもりでした。しかしその前夜、ミルザは言いました。サルウィン後の世界を再建する人物が必要だ。それには自分よりも君の方が適任だ。オイゲンコウは怒り悲しみ拒否しました。しかしミルザと仲間たちに説得され、最後には受け入れました。オイゲンコウはご自分の盾をミルザに託しました。この盾が自分の代わりに君を守るだろう。ミルザとサルーインの戦いの後、オイゲンコウがその場所を訪れると、ミルザの持ち物とご自分の盾だけが残されていました。オイゲンコウは号泣し、ミルザの遺品を持ち帰り、騎士団を創設したのでした。あー、この話アルドラはどういう気持ちで聞いてるでしょうね。アルドラのエピソードを頭に入れた上で今の語り聞くとまた印象変わりますよね。これは周回しても何度周回しても美味しいですね。ミンサが同じイベントもイメージが変わる。見習い騎士のラファエル様って結構いい線いってるよね。そう？ちょっと頼りなくない？そこがいいのよ。守ってあげたいタン一歩と思うじゃないですか。でもラファエルもう4周目ラファエルだからそこそこ強いと思うよ。ここからの眺め素敵でしょ。初代オイゲンコウもお気に入りの場所だったそうよ。オイゲンがここに立ってこの風景を眺めてたのか。あのオイゲンがまるで知り合いみたいな言い方ね。変な人。オイゲンは意地悪だった。痛いところばかりついてきた。あいつの言ってることが正しいからこっちは反論できないし、いつもミルザのそばにいるから顔を合わせないわけにはいかないし、一人残されたオイゲンはここでミルザのことを思い出してたんだ。あいつの寂しさがよくわかる眺めだよ。そっか、オイゲンとアルドラだけがミルザの戦いについていけなかった存在なんだもんね。アルドラはもしかすると今初めてオイゲンの気持ちに思いを馳せたかもしれないですね。長い時を経て。よくおいでになられた。私はこの城の主、ハインリヒ。私、ハラール族のアイシャ。ゆっくりお話など伺いたいところだが、これからミルザブールへ行って騎士団の会議に出なければならない。申し訳ない。ミルザブールまでご一緒させてください。ええ、喜んで。旅の仲間は多い方が楽しいものだ。みちみち話を聞かせてもらいたい。ラファエル、
参るぞ。はい。この私タラール族のアイシャっていうのがめっちゃ可愛いですよね。いっぱい聞きたい。ようこそミルザブールへ。私はこの城の主テオドールです。私タラール族のアイシャ。ハインリ、会議の見通しはどうだ。厳しいな。プラッツやノーデンを説得できなかったのは痛い。彼らは影響力が強いからな。全力を尽くすしかあるまい。コンスタンス、フラーマは。はい、フラーマ様はすでに会議場へ入られました。よし、我々も行こう。ラファエルさん、会議の目的は何？ミルザブールとオイゲンシュタットの中間に今は放棄された古い砦があります。そこにモンスターが住み着いたらしいのです。砦からモンスターを排除しようという議題なのですが。何か問題でもあるの？出陣に金がかかるので皆渋っているのです。これより臨時騎士会議を開催する。テオドール、議題の説明を。デルスデールの砦が放棄されて久しいが、そこにモンスターが住み着いているという報告がある。そのモンスターたちによる被害は報告されていない。無害なモンスターならば放っておけばよいではないか。今は使われていないとはいえ、騎士団の砦をモンスターに占拠されて放っておくのか。騎士の誇りはないのか。あの砦は新しい街道ができて不要になってから放棄されたのだ。つまり取り返す価値などない。全く無駄な出費だ。金金金、騎士として恥ずかしくないのか。騎士以外の発言は認めない。見習いがでかい口を叩くな、無礼者め。騎士ではありませんが、発言してよろしいかしら。どうぞ、フラーマ殿。ありがとう、ハインリヒ。最近のモンスターたちの活発な動きはこの地域だけのことではないようです。イスマス城がモンスターによって滅ぼされたという噂もあります。まさかイスマス城が。静粛に、静粛に。このモンスターたちがたまたま砦にやってきたのか、それとも何かの意図があるのか、調べる必要があるのではないでしょうか。意見をありがとう、フラーマ。それでは採決を行う。モンスター討伐隊派遣に賛成の者は。反対多数。討伐隊派遣は否決された。閉会とする。私一人でも行くぞ、騎士としての誇りにかけて。ミルザが見たら少し寂しそうな顔をするだろうな。それから黙って一人で出かけるんだ。オイゲンや俺も黙って追いかける。いつもそうだった。いつもそうだったよ。なるほど。これミルザブールのイベントは全部アルドラさん連れてきた方が良さそうですね。追加のセリフが結構たくさんあるから、回収忘れ、見忘れがないようにしないとだね。南エスタミルとか聞き忘れてないかちょっと不安。どうしても行くのか。もちろんだ。私が騎士の手本にならねば。君は残って若い連中がバカなことをしてかさないように注意していてくれ。私を連れて行ってください。お前ではテオドールの足手まといになるのがオチだ。許さん。いや、ラファエルにもチャンスを与えよう。君が心配なのはわかるが、私がついている。大丈夫だよ。ありがとうございます。コンスタンス、出陣の準備だ。私も行きます。そのためにパーティーメンバー3人にしてきたので、よろしくどうぞ。私も戦います。連れて行ってください。私は今猛烈に感動しているぞ。片付けない。
よし、じゃあテオドールさん、ラファエルくん、頑張っていこう。このイベントは1週目のアルベルド編以来ですね。なのでちょっと久々なんだけれども、ラファエルすごい強くなってますね。ヒットポイント一番高い。守ってあげたいタイプ、ただしヒットポイントは603みたいなさあ、では騎士団の誇りにかけてやっていきましょう。できるだけ戦闘回数を抑えたいので、忍び足とステルスを使っていきます。この前にコメントで教えてもらったこの忍び足とステルスのね、残り時間が分かる表示、超便利ね。すごい助かってます。ありがとうございます。なんかね、コメントで、あ、ぶつかってしまった。せっかくいい感じに避けていたのに。死の力思い知れ。あとね、今この敵見て気づいたサガニキさん、サガネキさんもいらっしゃるかもなんですけど、あの、実はですね、モンスターレベルを引き継ぎありにしてちょっとやり直ししてます。あの、この手前まで、このミルザブールに来る手前のところまでをもう一回やり直しをしてます。というのは、あの、引き継ぎをしてるので、一回仲間にしたことあるディアナとかラファエル、めちゃめちゃヒットポイントとか高いんですけど、技が全然揃ってないんですよ。なので、技ひらめくの早くするために、もうモンスターレベルも引き継いじゃおうと思ってモンスターレベルを引き継いでいきました。でもめっちゃ強いねなんかこのメンバー技は揃ってないので、なかなかきついぞ。よく考えてやればよかったな。いや、あの、逃げようか、逃げよう無理せず逃げようね。ね、あの、戦闘回数もね、増やしたくないし、無理せず逃げよう。いや、一応ですね、一応目的としては、特にディアナ姉さんしっかり技をひらめいてほしいので、ちょっとね、強い敵と戦おうと思ったんですけれども、でも今ね、ちょっと失敗したかもって思った。え、これもしかしてモンスターレベルが高いと時間経過早かったりとかしますか？そうだとす、おお、クロスクレイモア来た、やったー、2本目だー、イエイイエイ、やったやったー、やったやった。だけど、うわ、え、何このよ、避けられない戦い。今みたいにもう逃げよう逃げよう、逃げられる限り逃げよう。なんか、いや、さっき言いかけてたこと、クロスクレイモア手に入れたでちょっと一瞬飛んじゃったけども、さっきもしかして失敗したかも。なぜならどうしても避けられない戦いもあるじゃないですか、今みたいにどうしても避けられない戦いで戦闘回数カウントされます。その時にモンスターレベルが高いと、なんかちょっと早く進行しちゃう、イベント進行度上がりやすくなっちゃうとかだと嫌だなって思ったんです。そしたらモンスターランクはやっぱり引き継がない方が良かったかな、かな。おー、いやー、でもよーくよーく考えたら技をひらめくのは後でもいいんですもんね。なんでじゃあその技を早くひらめかなきゃって焦ってるかというと、今回あれをやりたいからです。ジュエルビーストを倒したいからなんですよ。で、完全に目覚めちゃってるジュエルビーストに挑む自信はないので、寝てるうちに何とかしたいんですね。で、そうなるとちょっと早めに強いメンバー集めないといけない。だからディアナ姉さんにできるだけ技をたくさん覚えてほしいんですよ。まあ、敵が強くなったことで技たくさん覚えるっていう目的はね、達成できてる。ディアナ姉さんもすごい優秀、演武剣も覚えてくれたし、三聖章も覚えたし、もうね、結構強力な技をガンガンひらめいてくれてるので、もう姉さんもさすがって思ってます。ラファエルとね、テオドールもすごい技、おお、来た来た、すごい、今見ました、天候石化覚えてくれた、さすがすぎるんだけども、姉様。で、テオドールとかラファエルもね、ガンガン技ひらめいてるの。まあ、それはね、もうすごい気持ちいいぐらいなんだけれども。なんだけれども、ピンチ、やばい、やばいやばい、姉様助けて、姉様、お姉様。キャー、姉様、かっこいい。そして、なんとか、たどり着きました。
あいつがモンスターたちのリーダーね。すごい、もうディアナ無双ですね。やったー、やったー。君たちの協力のおかげで目的を果たすことができた。ありがとう。いい勉強になりました。ありがとうございました。これで他の騎士たちも目覚めてくれれば良いのだが。この可愛い可愛いアイシャちゃんがたったの2000金かって思ってるの、なかなか面白いですよね。可愛いけどお金にはシビア。よし、じゃあホークさん、また迎えに来ましたよ。また組んでやるのか。よし、暴れてやるぜ。はい、よろしくお願いします。あとジャミルもね、探したいんだ。ジャミルいるかな。いないね。じゃあ4人でもクリアできそうなイベント1個いっとこうかな。ゴールドマイン行ってみよう。ゴールドマイン襲撃されている。オッケー、この曲はもう襲撃のテーマですね。襲撃されてる。よしよし、行ってみよう。やられ。これ初見だと結構びっくりしますよね。いきなりたくさんのモンスター、何者かがこう振り返って一気にびっくりマーク出るの初めて見た時ちょっとってなった。ちょっとね、今ね覚悟して驚かされるぞって頭の中に入れながら、えいってドア開けました。すぐびっくりしちゃうので、すぐわーってなっちゃいますからね。ちょっとちゃんと、金は持ち逃げされちゃったな。モンスターに襲われたと聞いて飛んできたが、大した被害ではないようだな。金を持ち逃げされちゃいましたよ。いいんですか。あれぐらいならば影響はほとんどありません。私は帝国の財務大臣を務めるパトリックと申します。あなたは。私はタラール族です。そうですか。しかしモンスターが金を奪って何をしようというのでしょうな。パトリックはあの姿だけ見ると、まあなんか悪いことしてそうに見えるんですよね。でもね、実は熱きおじさまなのよ。熱いおじさまなことを私はもうクローディア編で知ってしまったので、もう好きあらば仲間にした。未決になっちゃった。あー、しまった。これはあれですかね、あのミルザブールとゴールドマインの順番逆だったかな。じゃあパトリック様は私の知らないところで金を横領したとして謹慎処分になっちゃうのね。あー、でも失敗しましたね。これ多分どっちもやれましたよね。ミルザブールもゴールドマインもどっちもやれただろうな。次回以降気をつけよう。次回以降はゴールドマインを先にやるって覚えておきましょう。ご視聴ありがとうございました。これからも探しシリーズの動画を作っていきますので、チャンネル登録や高評価、コメントなどで応援してくださると嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。さようなら。